ついにワンクールでナロー出身アニメが10作に到達するという前代未聞の事態が発生しやがりました。まず最初に弱い5000年の草食ドラゴン、いわれなき蛇竜認定、通称蛇竜認定っていうアニメが、以前中国と日本の共同制作で、まあ、中国のビリビリ動画の方だけでアニメ制作が決まってるみたいなこと言われてて、ちょっと日本でも放送するのか不安だったんですけど、日本でもウェブアニメとして2023年1月から放送することが決まりましたと。ちなみに蛇竜認定は漫画は面白いし、原作小説も完結してるので、まあ、いい作品だと思います。まあ、それはそれとして置いといて、問題は2023年1月に放送予定が発表された作品、めちゃくちゃ多くなるぞって言いながらやってたんですけど、まあ、ついに10作超えましたと。作品の話をしていくと、英雄を武を極めるため転生す、そして世界最強の見習い騎士メス、冒険の魔術師が世界を滑る、世界最強の魔術師である少年は魔術学院に入学する、ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん、解雇された暗黒兵士かっこ30代のスローなセカンドライフ、老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます、最強陰陽師の異世界転生記、異世界のんびり農家、転生貴族の異世界冒険録、自重を知らない神々の人、これがナロー出身で10作になります。ついでにナローじゃないけどナローっぽい異世界もので、便利屋斎藤さんっていうアニメもやるので、まあ、体感としては10作超えてますね。2023年がナローとジャンプ新世代組しかないみたいな話をしてるのは、まあ、そういう感じなんですよね。ちなみに2020年のナロー出身アニメって、まあ、10作だけだったんですよ。レッド星2期、リゼロ2期、本杉2期、ボーフリー1期、デンドロー、ハメフラ1期、八男、アノス様1期、カミヒロ1期、クマユナ1期。2020年は、まあ、10作でしたと。しかも劣等生とかリゼルとか大型の含めて。で、2023年冬クールは10作来ますと。今年の1月でも、まあ、続編抜きでも、じゃないかな。続編抜きでも6作だったから。忘れてた。新進化の実2期も、含めて10作ですね。なんかちょっと忘れてた。進化の実。しかも、異世界はスマートフォンと共にとか、シャングリアフロンティアとか、このスバとか、無色転生とか、お隣の天使様とか、いつ来るのかわかんない状況ですからね。隣の天使様を個人的に早く見たいなって気持ちもあるんですけど、まあ、それはそれとして、まあ、伊勢スマに関しては、まあ、春にやるっていうこと決まってますし、まだ冬を過ぎてもまだまだガンガン来ますよ。これジャンプに逃げろ、あやかしトライアングルを見ろ、ジャンプに逃げろ、アンデラとマッシュルから逃げるな、鬼滅とチェンソーマンからも逃げるな、そうだよ、炭治郎とデンジからも逃げんなよ、新世代だ、怖いか新世代が。ということで来年はジャンプ新世代とナロー異世界の二択になると思うので、まあこの2つから楽しむようにした方がオタクとしては生きていけるんじゃないかなと思います。まあ、どっちも応援しますけどね。なとこですかね。ちなみに個人的に冬から楽しみにしてるのは、暗黒兵士と氷剣とツンリゼとジャリオ認定ですね。あと本当にこう、やりがいがあるクールになってくると思うので、めちゃくちゃ楽しみですね。まあその前から秋も結構多いですけどね。マジで楽しいですよ。いいですよ。まあ、いろいろと思うのは、ちゃんと飛び込んでいくっていうのが大事だと思うんですよ。見てから判断しましょうっていうことですね。まあ、以上です。本当にこう、暑い年になりそうで、30作超えますね、あれね。以上です。